お元気ですか、ボクシムです。今回は2022年 NPB ベースボールカード開封動画後編でございます。まずね、始める前にね、一つね、お詫びがございます。前編でですね、一つね、紹介してなかったカードがございました。それはね、広島のね、森選手でございますが、こちらがですね、299分の106でございました。これね、2つね、いっぺんにね、くっついておりましたのでね、ちょっと紹介するのがね、忘れてました。大変失礼いたしました。で、改めてですね、開封していきたいと思います。で、結局前編の方はね、この、ナンバー CR ナンバーカードは4枚出たということになります。ではね、後編の、1枚目でございます。日本ハムの、これワンボーロン選手でございます。オリックスの、竹安選手でございます。楽天の岸選手でございます。西武の古賀選手でございます。2袋目でございます。これは中日の、大野選手でございます。オリックスの、これは田島選手でございます。楽天、横浜 DeNA ベイスターズの、大貫選手でございます。で、こちらですね、楽天の田中将大投手の、カードでございます。3袋目でございます。ちょっとお待ちくださいね。はい、広島東洋カープの、森下投手でございます。読売ダイヤモンドのこれ増原選手でございます。で、ソフトバンクホークスの和田選手でございます。で、阪神タイガースのこれは岩崎選手のね、カードでございます。4袋目でございます。ちょっとお待ちくださいね。これは日本ハムのですね、タス選手でございます。広島東洋カープのこれは笹岡前監督のね、カードでございます。福岡ソフトバンクホークスの木村選手でございます。横浜 DeNA ベイスターズの大貫選手でございます。5袋目でございます。ちょっとお待ちください。今ね、なかなか今開けにくい状況でございます。はい、これね、千葉ロッテのこれ広畑選手です。ちょっと移動します。で、広島東洋カープの、これは栗原選手でございます。埼玉西武ライオンズのこれは
若林選手でございます。でこちらですね、福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐選手のね、なんかいかにもね、燃えていそうなねカードでございます。うん、6袋目でございます。これは千葉ロッテの角中選手でございます。同じく、西武ライオンズの、平田選手でございます。ヤクルトスワローズのこれは内川選手でございますがね、現役をね引退されました。お疲れ様でした。で、ヤクルトのね、高須監督でございます。7袋目でございます。阪神の森木投手でございます。これ日本ハムのね、これアジゾの選手でございます。西武の中村選手でございます。でこれ楽天のですね、これ前田銀次選手のね、このカードでございます。8袋目でございます。少々お待ちくださいね。はい、阪神タイガースのこれ藤浪晋太郎投手でございます。で、これ福岡ソフトバンクホークスの藤本監督でございます。で楽天のこれ鈴木大地選手でございます。ヤクルトのこれ奥川選手でございます。9袋目でございます。と中日のこれ柳投手でございます。でヤクルトのこれ塩見選手でございます。で横浜 DeNA ベイターズのこれ徳山選手でございます。で、ヤクルトスワローズ村上宗隆選手のね、こちらカードでございます。10袋目でございます。こちら、日本ハムの、ね、加藤投手でございます。読売ジャイアンツのこれは高橋選手でございます。埼玉西武ライオンズの岸選手でございます。で埼玉西武ライオンズのこれ愛斗選手でございます。11袋目開封できます。こちら、広島東洋カープの、菊池選手でございます。読売ジャイアンツの坂本選手でございます。中日ドラゴンズの京田選手でございますが、現在はねトレードで、横浜かな移籍してます。間違ったらごめんなさい。で横浜 DeNA ベイターズの佐野選手でございますが、ちょっとこちらを見てください。ちょっとね
青みがかった模様でございます。こちらがですね、199分の130、135となっております。で、ラストの12袋目開けていきたいと思います。日本ハムファイターズの、ね、浅間選手でございます。千葉ロッテマリーンズのこれは唐川選手でございます。で、こちらね、前田選手の逆転の、ね、前田選手のカードとなっております。で、こちらラストはですね、埼玉西武ライオンズの隅田選手のカードでございます。はい、以上で2022NPB ベースボールカードの開封動画を終わりたいと思います。これね、ちょっと初めて買ったのでね、ちょっとどういう仕組みなのかちょっとよくね、分からなかったんですけどね、なんかすごいカードがね、ノーマルカードとはいえすごいね、きらびやかなね、カードでございました。直筆サインカードはね、あるのかないのかちょっと分かんなかったんですけどね、非常にね、いいねカードでございました。後半戦の方はですね、CR カードは1枚の結果でございました。以上でございます。またこういうお金がありましたら、こういった開封動画をやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。